南仙台駅は宮城県仙台市大白区中田5丁目にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である。常磐線と仙台空港鉄道仙台空港線に乗り入れる列車の利用も可能である。南仙台駅は1924年に陸前中田駅という駅名で開業した。この時駅の所在地は名取郡中田村だった。 開業当時は1日あたり約200人の駅利用者があり、また、駅周辺で収穫された仙台白菜の出荷にも利用されていた。中田村は1941年に仙台市に編入され、陸前中田駅は仙台市内の駅となった。この後、1963年に陸前中田駅は南仙台駅に改称された。 1978年になると、1日あたりの平均利用者数は2305人まで増えた。このうち、約7割が定期券利用者だった。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。東側に駅舎がある。JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅で、仙台駅が当駅を管理する。 緑の窓口、指定席券売機、自動券売機、スイカ対応の自動改札機と自動生産機が設置されている。なお、改札係員が不在の時間帯は、要件は、友人改札にあるインターホンを使用する。JR の特定特市内制度における仙台市内の駅であり、東北本線においては最も南になる。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は8058人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。南仙台とは駅周辺の中田及び西、中田を合わせて呼ぶ通称であり、正式な地名ではない。東口駅前広場東口及び西口にロータリーがあり、仙台市営バス、宮城交通、名取市民バス、名取林号が乗り入れている。 南仙台駅、東口南仙台駅西口、ありがとうございます。